今回の動画ではエコー画像からデジタル画像相関法 DIC を用いて歪みを計測する手法をご紹介いたします。実験1ではエコー検査を用いて人間の頸動脈の横断面を撮影しました。頸動脈が拍動する際の動きをエコーで捉え、その画像を DIC で計測。ここで重要なのは頸動脈拍動時の歪みを計測することです。 DIC は画像に現れるランダムパターンをもとにパターンマッチングを行い、歪みを算出します。次に実験2では同じくエコー検査を用いて手首の動きを撮影しました。手を閉じたり開いたりした際の手首の筋肉の動きをエコー画像で捉え、 DIC で計測。筋肉の歪みを計測します。今回紹介した手法はエコー画像からデジタル画像相関法 DIC を用いて歪みを算出するというものです。これは医療分野における計測手法としてはまだ前例が少なく、大きな可能性を秘めています。エコー画像から歪みを算出することで物理的な変化をより正確に捉え、微細な変動を視覚化することが可能になります。これによって効果的なリハビリテーション計画やパフォーマンス改善のためのフィードバックが期待できます。医療分野の研究にとってこれは新たな視点を提供し、より高度な研究や診断技術の開発に貢献します。